今平修吾プロです、よろしくお願いします。何言ってもワンピン以内なんだね。やっぱりすごい。ナイスバーディー。ナイスバーディーです。一番練習するクラブは何番ですか？8番やん。8番なんだ。ナイスショー。ナイスです。きた。ナイス。はい、ナイス。ナイス。はい、100点です。プロでも完璧って思うショットは、ラウンドで 1,2 回じゃないって言ってたんですけど、はい、プロあの7割ぐらいの100点ぐらいなんで今。そうですね、まあ、結構いつもそんな感じですか？まっすぐ行けば100点かなって思ってるんで。そういうことなんです、はい、バンカーに入らないように右サイドを狙います。あー、ダメだー。ダメだー。なんかちょっと引っ掛けちゃった。純ちゃん頼みです。マジ？はい。あのフェアウェイ真ん中のバンカーのちょっと右ぐらいがいい。うん。あ、ナイス。大丈夫かな？オッケー。ストレッチやる。そうですね。最近やり始めましたね。ちゃんと。体は柔らかい方がいいんですか？そう、結構硬い方なんで、体が柔らかい方がやっぱり可動域も広がる。飛距離にもつながります。でもプロまだ伸ばすんですよね、飛距離は。そうですね、もうちょっと飛距離欲しいんで。何します？ストレッチとトレーニングを。あ、体力、はい、パワーアップと。パワーもちょっと上げながらって感じです。あ、めっちゃいいところにあるじゃないですか。ありがとうございます。150、143、はい、の上り。あ、上り見て143です。7番ユーティリティ短めに持ってみます。お、あ、引っ掛けてる。インサイド、インサイド。左は大丈夫だ。ダメだ。ダメだ。俺はダメだ。ダメだ。LD を増やした。リズム。25度で行きます。おっ、いい。ナイスでー。すごない？あそこからこの位置まで。え、すごくない？私は緑から打ってんねんで。50ヤード以上は。もっと？もっともっとある、もっとある。だって私ら143とかやろ。83ヤードやもん。やば、60ちょい。全然ハンデが足りません。23ヤード入って87ヤード。はい、今何度です？今60度です。60度、はい、ハーフショットの。
この感じ絶景で幅広ですけどめちゃバランスがないっていう、わかりますかね。あれ、ティッさん、はい、バランスさん助けてくれるんじゃないんですか。助けてくれるかどうかっていうのは、当て方によると思います。そもそもミラクルにとっては邪魔だってことですか。いらないってことですね。幅は必要なんでしょうね多分。そうですね、その幅があるのと角度があるのは多分違うと思うんですよね。ちなみにパターの距離感は何で合わせるんですか。パターの距離感は何ですか。 見た感覚で。あ、補足とかはしない。補足はしないです。あ、しない。目で見て、はい、目で見てこんぐらいかなで、そうです、まあ、でも半分に割って、長い距離を半分に割って、うん、タッチをイメージします。うーん、おっ、どっちがどっちだろう。これはちょっとこれはこれいいんじゃない。手前っぽくない。ミンゴルフが。あ、近すぎだって。ここでももう、いやどうする。大健闘でしょ。ユーティリティでここまで持ってくれたからもう大健闘。大健闘。よく頑張りました。すげえ。大きかったかなとか全然嘘だし。ちょいフック。ああ、はい、すごすぎて。やはりフックの方が。じゃあ、カップアウトサイドライトでいきます。松田山で走ってる。わざとですか。ちょっと聞いてみましょう。ちょっと言ってみてください。わざとですかっていう。わざとちょっとしてる。また松田山の恥やってしまった。ワンカップ見るね、うん、え、そんな曲がんなかった。いや曲がってた。俺ら曲がってたと思う。俺ら弱かったからね、すごく、うん。え、ワンカップ見すぎ。ワンカップなんか行かないと思う。いいと思う。うん。来い。いい感じ、いい感じ、いい感じ。来たよ。スワディ。まあ、来たけど、イーブンドービーだからね。イーブンドービーなんだ。いやいやいや。ナイスパット。当たった。え、彼今なんだっけ？セブンアンダー。セブンアンダーです。入れた8、8か。入れた8です。表ナイスバーディー。ナイスバーディー。8アンダーですね。8アンダー、やばい。今日もベストスコア8アンダー、やばい。失礼します。 ありがとうございます。62は何歳の時に出したの。この前も出ました。おあ、だから62から先があんま行ってないみたいな。あ、今日も3つ。あと何ホール？意外とその先行かないっす。もうあるよ。じゃあ、あるよね、必ず。すごいよ。何点ですか。これはやっぱ、これは調子いいですね。調子いいですか。ああ、いつもあんなまっすぐ行かないですけど、これ調子いいです。最近の中でも調子いい感じですか。あ、でも最近調子いいですね。そうなんです。そうなんですよ。あ、じゃあ今年も早く開幕。そうですね。早く開幕してほしいですね。
久々の。ありがとう。久々の。久々の。あれが出てくれないと辛いんですか。ゴルフは行きます。あ、そうなんだ。今回は結構近くまで寄せていい感じの距離感にいるね。これぐらいやったらちょっと頑張れそうな気がする、うん、すいません、ずっと打たなくてすいません。大丈夫です。そうだね、やっぱこれぐらい、うん、よし、いい感じ。124ですね。124、はい、ピンは12ヤードです、そのまま124よし、上り見て124、上り見て124、はい、上り9番あー、バウンド悪し、でも、はい、おー、ナイス、ナイス、近いかも。近そう。そう、手前から行った方がいいな。うん、私7番です。これもすみません。いいよ。ちょっと左。うん、近い、近づくチャンス。おー、すごいセクシードア。ナイスです。今それクラブはめっちゃ綺麗に52度、はい、ボールの前から。そうね、これなんですね。今のは60点。あ、60点なんですね。なんで、なんでですか。ドローしたから。マジすごい。そう、本当にめっちゃ綺麗にフット入るよね。すごくない？二人前に出すとプレッシャー。もうちょっとプロの最高スコアを更新するお手伝いをしないといけないから。そうだ、まあ、そっちにね。そっちにシフトしていって、そっちにシフトしていかないといけない。おい、スライスラインで上り、はい、お、打った。あ、打って言われた。切れないね。ナイストライ。切れない、切れない。でもいい感じでした。今あっ、このままです。弱い。あ、いけ、あ、いけ、切れたんだよ。切れたね。もう中だから外でいいんじゃない。ボール行こう。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。
チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。Thank you.